秘密保護法が成立、国会で成立されましたけれども、メディア含めて反対も多かった中での成立でした。これに対してその趣旨がですね、しっかりと伝わってないというようなイメージもあるんですけれども、実際に安倍総理も記者会見でも説明してましたけれども、でもなかなかうまく国民に伝わってないものだと思うんですけど、そこを改めて担当幹事長としてですね、尽力された先生にお伺いできればと思っております。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。趣旨に関しては、どういうような趣旨で作られて、どのように、これまで、自民党内で話があった上でできたものだと。そうですね、基本的には国の安全保障並びに個人の命とか財産をですね、国がしっかり守っていくと、そのために必要な秘密はしっかり守りましょうというのが趣旨なんですね。で、個人にも秘密があります。例えばキャッシュカードの暗証番号とか家の鍵とかですね。で、やはり国家にもやはりその個人のプライバシーとか人命はそうなんですけれども、やはり警備の内容とかですね、外国からこれだけは教えてもらったら困りますというような貴重な情報ですね、そういうものはしっかりこう守ってないと情報収集ができません。例えば外国で、日本人が拉致されたり、襲撃されたときに、やはり救出のためにいろんな国からいろんな専門的な情報を入手しなきゃいけませんけど、漏れるような状況では大事な情報を教えてくれませんので、これはしっかり国で守っていこうということ。でもう一つは防衛省とか外務省の情報があるんですけれども、その省から外へ出ると漏れるようだとですね、外へ出さないんですね。ところがやっぱり官邸の総理大臣の周辺で、意思決定をしなきゃいけないときに、いろんな省庁から情報をもらうときに、そういうものが漏れないようにしましょうというのが基本的な趣旨なんですね。で、したがってこの法律はそれを取り扱う公務員、公務員が漏らしてはダメだと、いうのの罰則をかけるのが基本なんですけれども、そういう公務員に対してスパイをの目的とかですね、不正な目的で、アプローチをして、公務員をそそのかしたりですね、脅かしたり、する人は適用されますけれども、これの適用は今でも国家公務員法で守秘義務というのがあってですね、でそういう今のレベルでもそういう不法な手段で入手をされたら罰せられますけれども、同じようなレベルなんですね。ほぼ最高裁で判決があってですね、法律にも違反をし、それから非常に人として、看過できないような手段でですね、情報を得ると、いうことはダメですけれども、普通の一般の情報を知りたいとか、また取材するとか、そういうものは自由にできると担保されてますので、そういった国民の知る権利、報道の自由を守りつつですね、大事な情報はしっかり守っていくというふうに、法律の内容をしております。大体国際水準に合わせましょうということで、今の国家公務員の秘密の罰則は1年なんですね。で、しかもルールがなくてですね、指定しようと思ったらずっと永遠に指定できます。で、今回の法律では一応5年ごとにですね、その指定のし直しを指定し直したり、またどんなに長くても30年経ったら内閣の承認がいるとかですね、基本的なルールを定めてますので、今まで非常にルールもなくやってたのをですね、きちんと国際的標準のルールに合わせたということなんですね。海外と一緒ですね、この情報の開示にしても、アメリカは25年、50年、75年という刻みの中で必要なものはどんどん情報公開していきますが、それでもなお、国の暗号とか
第三国から教えてもらった情報とか、例えば核兵器 の作り方とかですね、それから人の情報源の名前とかですね、そういうものをオープンにすると非常に国家として危ない状況になりますので、アメリカでも75年経ってもですね、そういう公開できない情報もあります。でイギリスもやはり30年60年という刻みがありますので、ほぼ外国と同じようなレベルにしているということです。そうですね、非常に誇張しすぎたということで、例えばオスプレイが飛んでる写真を撮って、Facebook ブログに載せたら逮捕されるとかですね、今度飛行機いつ来るのかなという一般の会話もできないとかですね、そういうことを言われますが、全くそういうことはありません。それが特定秘密かどうか知らないわけですから、そういう方々が素朴に知りたいということについてはこれは罪に問われませんが、やはりそれを入手して、外国に売ってやろうとかですね、あるテロリストから頼まれて警備の情報を入手しようとかですね、そういうものはやはり今の法律でもダメなんです。しかしなかなかスパイかどうかね、分かりにくい点がありますので、そういった心情などは立ち入らない範囲でですね、法律が適用されるということです。そうですね、衆議院の方は割と政党間で、協議をして、修正項目も12項目挙げてですね、割とこの運用の方もきちんとできるようにしたんですが、参議院はその修正点を巡っての議論ですから、それなりに深く議論してもらってたらよかったんですけれども、もう入り口の方から片や反対で廃案にしろと、そして、時間を稼いで、引き延ばしてやれと、いうことで一向に審議してくれないんですね。で片や審議をしてもらいたいと、いうことで、1週間の期間がありましたけれども、ほとんどその入り口の中で大混乱してですね、冷静な議論ができなかったというのは、双方に反省材料があるんですけれども、マスコミもヒートアップしてですね、こんな悪法がということで、こう冷静に議論できるような雰囲気ではなかったですね。やはりそういう点はメディアの方もですね、やはり国会でちゃんとこう議論できるように、報道するべきだと思いますし、また議員の方も賛成反対はあるんですけれども、議論だけはしっかりやってもらいたかったですね。国会もね、限られた期間で開きますけど、確かにこの間その TPP の問題とか、また法律もたくさん通ってるんですね。例えばそのアルコール依存症にかかっている人たちを救済するような法案とか、また中国から残留孤児で来た人の、配偶者なども救済しようとかですね、議員立法もたくさんあって、そういったものも処理しなきゃいけませんけど、ほとんどこう議論できずにですね、しかしきちんと法案は成立させなきゃいけないという中で、非常にこの秘密特定秘密法案に偏ったばっかりにですね、冷静な議論とか処理ができなかった部分がありますね。確かに。法律が運用されるのは今年の年末12月なんですが、それまでに残された課題もあります。恣意的に指定がされないように、政府の中で、きちんとこれはチェックをするような第三者的なね、検証をできる機関を設けるということで、もう一つは国会においてやはり国民の代表者として、政府の情報を知ることができるようにですね、
あのしておく、まあ、しかしそれが外に漏れないようなね、規則規約を定めておく、これは本来もう今までやっておかなきゃいけないんですけれども、まあ、それも今できてないんですね。でこれについては今回ドイツとイギリスとアメリカ見てきましたけれども、まあ、いずれの国も議会として政府の重要な秘密をですね聞くことはできると、まあ、ただし例外規定もありますけど、それはきちんと政府が説明するようにするんですが、まあ、そういったことを各党が協議してやっていかなきゃならない課題があります。それからもう一つはただ漏れなきゃいいということではなくて、やはり貴重な情報は知ることができるような組織を国としても持っておくべきなんですね。今非常に気がかりなのは内閣府の職員がですね、1月の末に福岡でですねゴムボートに乗せられて、死体で見つかったんですね、しかし彼はアメリカにいて、そして韓国へ行って、なぜ博多に打ち上げられたのか、これ謎なんですよ。でやはりこれ政府の方にですね聞いててもですね素直になかなか教えてくれないし、やはり政府の持っている情報をやっぱり国民としても知ることができるようにですね、やはり そこはやはりもっと国会 などでですねそういった情報を知るようなね機能は必要じゃないかと、まあ、いうようなことで、まあ、課題はありますので、普段にこれからも見直しをしてですね、やはりしっかり運用できるようにしておくべきだと思います。そうなんですね。むしろ行政の中にいる人たちも自分たちだけで抱えるよりも国会の方に報告したりすることによって、その正当性が証明されるし、何か不正があった時もそれ国会の機能でですねきちんとこう正否が判断されるという点で必要だと言って、ました、それからやはり国会議員というのは国民に選ばれているという中で、非常に議会の権威というものはやはり政府との信頼関係の中で運営されてまして、どの国も政争とかですね政府を困らせようというような意識ではなくて、やはり国家としての情報というものを立法府としてきちんと扱うというルールの中でですね人選をされて、その委員会の運営もされてますので、まあ、これは議会の名誉においてもきちんと漏れない信用性と、また政府との緊張関係を作る、まあ、本来の監視機能を果たしていくという意味においては、与党であろうが野党であろうがですねその自覚と責任を持って運営されてましたね。それはやっぱり日本にもやっぱりそういうような本当に信用と緊張の中での国会議員、はい、議会としての名誉というのは、やはりそれは必要だと思います。訪問国ではそれを初めて漏洩したという例はないんですけど、ずっと政府が抱えていた情報はですね、その委員会に出すことによってですね判断されたこともありますので、非常に国民側としてはですね政府の監視をしっかりするという意味では必要なことかもしれませんね。